全国の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店作業の道崎です。今回ご紹介していくお車は新車ハイエースワゴン GL フレックスオリジナル内装仮装 AS、 そしてガソリン4駆のお車ですね。こちらご紹介していきたいと思います。まずメーカーオプションの方をご説明します。こちらですね、トヨタセーフティーセンスとパノラミックビューモニターのカメラの部分がこちらについております。で、このお車、一番新しい7型と呼ばれるお車なので、インテリジェントクリアランスソナー前に4点とフォグライトが LED 標準装備となっております。で、前のヘッドライトも LED ヘッドライトですね。ではフレックスのカスタム内容をご紹介していきたいと思います。まずこちらがガッツミラー同色ペイントさせていただいてます。続いてこちらですね、フレックスオリジナルのデルフィノ9のフロントリップスポイラーついてます。で、続いて横からですね、まず上からご説明します。こちらがフレックスオリジナルのデルフィノ9 のオーバーフェンダーついてますね。で、こちらのお車1インチローダウンしてあるんですけども、オーバーフェンダーつけることによってもう1インチよりもさらに下がっているように見えますね。で、続いてタイヤホイールです。タイヤがグッドイヤーナスカータイヤと、ホイールがフレックスオリジナルカラーのバルベロディープスホイールついてます。はい、で、次後ろですね、こちらがデジタルインナーミラーのカメラの部分です。で、バックカメラもついてます。で、前と同様に後ろにも、クリアランスソナー4点ついてます。片側パワースライドの車です。反対側に小窓です。で、AS の最大の中身がここにありますね。中の手ご説明します。まずこの真ん中にあるのがレボシートですね。この真ん中のレバー引いていただくと前後移動もします。で、こちら引っ張って上げていただいて、こんな感じになって、こちらのヘッドレストの部分が外せますので、これを外してここに置き、で、こんな感じにしたらフルフラットにもなりますね。どうですか、この内装。で、後ろにテーブルもありますね。で、このマットは簡単に取り外すことができます。で、こちらをもう一回起こせば対面で座ることも可能ですね。で、こちらがフリップダウンモニターついてますね。前のナビもカロッツェレです。後ろのフリップと同じですね。で、全部にマホガニー調のインテリアパネルとシフトノブ、ハンドル、コンビでついてます。で、このナビに映ってるのが上から見た映像と、こちらがバックカメラの映像ですね。で、こちらがデジタルインナーミラーのカメラの映像になります。
はい、大変珍しいパールの、AS 入庫してきましたので、ぜひよかったらご来店等よろしくお願いします。では今回は以上でさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。